イナズです。クリスマスカウントダウン8回目ですね。それでは開けていきましょう。レゴシティ1つ目、2つ目、レゴスターウォーズ1つ目、2つ目、レゴハリーポッター1つ目、2つ目、レゴフレンズ1つ目、2つ目、メガコンストラクスのポケモンです。今日は15と16を取っていきます。では1つ目開けていきましょう。続いて2つ目ですね。ミニオンはコンプリートしちゃいましたけど、何が何個入ってるか確認していきたいと思います。適当に2つですね。では1つ目開けていきましょう。シークレットとかがね、2つ入ってたらいいんですけどね。はい、1つ目これです。続いて2つ目ですね。さあ何が、おお、これは最初のやつですね。トミカです。今日は1台取っていこうと思います。そうですね、この辺りにしましょうか。はい、これです。はい、バモスですね。ホットウィール1つ目、この前は雪男でしたけど、あ、なんかまた、おお、これは、あー、前出ましたね。2つ目ですね。さあ、あ、これソリーですね。よいしょ。最後ミニミニトーマスです。1つ目。あ、これはこの前のホットドッグと同じシリーズじゃないですかね。2つ目ですね。クリスマス仕様が出てほしいなと思い、あ、これは多分そうじゃないかな。はい、完成です。レゴシティ1つ目はポリストラックですね。で、これおそらく60245モンスタートラック強盗についてた、ポリストラックじゃないかなと思います。形がすごく似てますよね。さらに下の方にはポイントカラーの黄色も入ってますんで、まあ、多分そうじゃないかなと思いました。で、車輪は動かないんですけど、一応こうやってね、手転がしで遊ぶことができます。2つ目はデイジーカブーンでした。なんかミニフィグが出てくるの久しぶりな気がするんですけど、この人ももうおなじみですよね。レゴシティアドベンチャーズの主要キャラクターの一人になってます。顔はこの顔と、もう一つこの泥棒の時の顔がありますね。で、この胴体パーツなんですけど、背中側このマーク今までついてましたかね。ちょっと覚えてないんですけど、これなかなかいいマークついてるなと個人的には思いました。作り方こんな感じになってます。レゴスターウォーズ1つ目はドロイド司令船ですね。これよくできてますよね。形そっくりじゃないかなと思いました。で、レゴのセットでありましたがね、ちょっとよくわからなかったんですけど、もしご存知の方いらっしゃったら教えてください。2つ目はアナキンのポッドレーサーですね。これもよくできてますよね。まあ、実際はこの辺りがコードでつながってるんですけど、今回はねパーツということで、まあ、それでも雰囲気は、伝わってくるんじゃないかなと思います。作り方はこんな感じです。レゴハリーポッター1つ目はパドマパチルですね。この人、炎のゴブレットのユールボールダンスパーティーでロンの相手になってた人ですよね。パチル姉妹の妹の方になります。これ服装が結構ね、プリント綺麗だなと思いました。下の方シルバー使われてて、光に当てるとこうやってね反射して綺麗ですよね。ただしこれ、チョウちゃんと一緒で後ろはプリントが入ってないんですよね。これがね残念だなと思いました。このパーツね、すごく色も綺麗なんですよね。なので後ろプリント欲しかったなと思います。で、顔ですけど、この顔ともう一つこの顔がついてます。2つ目は白いツリーですね。で、これ前回紹介した13日分のこれのサイドにつくんじゃないかなと思います。こんな感じですね。いかがでしょうか。もちろんこの真ん中のやつ単体でもいいですし、これだけをね2つ置いてもいいと思うんですけど、やっぱりこれ3つ一緒に置いた方がよりなんか統一感があって綺麗じゃないかなと思いました。作り方はこんな感じです。レゴフレンズ1つ目はエルフでした。これサプライズフィギュアとなってるうちの1体ですね。以前にもエルフ出てきました。それがこれになります。パーツ自体は全く一緒みたいですね。で、手に持ってるものが以前はリボンでしたけど、今回はこの金色の、これね、なんでしょうね、羽パーツでいいのかな、ちょっとよくわかりませんけど、こういうのを持ってます。で、これなんですけど、実は予備パーツでもう一つついてます。これね、嬉しいですよね。いろいろ使えますもんね。
ちなみにエルフの帽子パーツなんですけど、これ耳がくっついてるバージョンになります。ということでこれデイジーにつけてみましょう。するとはい、こんな感じですね。いかがでしょうか。まあ変ですけど悪くはないですよね。こんな感じのねエルフいそうだなと個人的には思いました。でちなみにこれ後ろにするとこうなりますね。うん、こういうのもねやっぱり面白いですね。パドマにもつけてみましょう。はい、こんな感じです。これ悪くないですね。さっきのデイジーよりもねより似合ってるような感じがします。後ろ側だとこうなりますね。これは、まあ、ちょっとね服装とはもちろん合ってませんけど、これなかなかいいんじゃないかなと思います。では逆にエルフに今度は、デイジーの髪を取り付けてみたいと思います。あ、これはいいですね。全く違和感がないですよね。まあどうしてもね体のサイズはエルフサイズにはなってくるんですけど、全然これはありなんじゃないかなと思います。まあ顔パーツはね普通にフレンズで使われてるパーツなんで、まあ違和感がないのは当然かもしれませんけど、これはいいんじゃないかなと思いました。では続いて今度はパドマの髪つけてみましょうか。はい、あ、これもいいですね。これ可愛らしいですよね。まあエルフサイズですけど、これも普通に可愛らしい女の子になったんじゃないかなと思います。髪パーツは、普通に使えますねこのエルフたち。はい、2つ目はこんな感じのものでした。これ付属品としてハサミがついてるんですよね。これちなみにハサミ2つついてます。これは嬉しいですよね。ハサミがついてるんでちょっとねよくわからないんですけど、このピンク色のやつは布っぽいなと個人的には思いましたけど、どうですかね。もしわかる方いらっしゃったら教えてください。作り方はこんな感じです。メガコンストラクスポケモン一つ目はこんな感じのものでした。テーブルの上にお皿ありますよね。でその上に、まあ、おそらくこれマカロンじゃないかなと思いますけど置いてあるというような感じですね。でこれに加えてさらにこういうね、カバーがついてます。こんな感じなんですよね。ただねこれ固定できない仕様になってて、もうちょっと傾けるだけで簡単に落ちちゃいます。これがねちょっと残念だなと思いました。固定できればねこれかなり良かったんじゃないかなと個人的には思います。はい、2つ目はプレミアボールです。ポケモンらしいものが出てきましたよね。これも今まで出たモンスターボールとかと一緒で、付属の紙ツリーに固定できるようになってます。続いてトミカです。バモスホンダですね。第2弾のアソートの1台になります。開けていきましょう。バモスというとねもう K のイメージですけど、昔はこんな感じだったんですね。はい、あ、意外に大きいですねこれ。では詳しく見ていきましょう。バンパーのところ黒ですけど、これシャーシから連続してます。でシャーシはこれプラスチックになってますね。でライトはこんな感じ、反射する別パーツが取り付けられてます。これなかなか綺麗ですよね。それからホイールは白になってますね。でボディですけど少しねクリーム色がかった黄色という感じでしょうか。この色の部分は全てダイキャスト製になってます。それからインテリアなんですけど黒一色になってますね。窓とかドアがついてませんので中をしっかり確認することができますよね。これはいいですね。で、モスグリーンのホロがついてますけど、これプラスチック製になってます。でこのホロをカパッと取れるようになってます。はい、取り外した状態はこんな感じですね。これ実写見たことないのでこの状態で走ってたのかどうかちょっとよくわからないんですけど、まあでも外せるということはこの状態で走ってたんでしょうね。まあ、なかなか斬新な形じゃないかなと個人的には思いました。それからテールランプと塗り分けはありません。そしてサスペンションがついてます。ちょっと弱めかなという感じです。ホットウィール一つ目はトナカイですね。でこれですけど前も出てきましたよね。それがこれです。これと色違いになってますね。もう細部まで全く同じになってます。2つ目はソリですよね。でこれサイドにホットウィールと入ってるんですね。これ今までもこういうパーツ出てきましたけど、ホットウィールと入ってるやつは初めてじゃないかなと思います。これいいですよね。で内側に出っ張りがありますんで、ここにこの車両の前輪をカチッと取り付けられるようになってます。でこのソリ前にちゃんとねこういう山の部分があるんですよね。このくぼみにさっきのトナカイ2頭を取り付けられるようになってます。こんな感じですね。これはいいですよね。
サイドから見るとこんな感じで、まさにもうサンタクロースのソリという感じになりましたよね。まあおそらくこれで完成じゃないかなと思いますけど、これはなかなか完成度高いんじゃないかなと思いました。ミニミニトーマス一つ目はおそらくディーゼル10じゃないかなと思うんですけど、どうですかね。間違えてたらごめんなさい。で、後ろのプリントですけど、これ美味しそうですね。まあ、多分ハンバーガーじゃないかなと思います。中がね、そんな感じに見えますね。反対側も同じようにプリントが入ってます。二つ目は多分これヒロじゃないかなと思います。くるみ割り人形のプリントになってて、顔もねくるみ割り人形になっちゃってるんでちょっとよくわからないんですけど、まあ形からすると多分ヒロじゃないかなと思いました。で、これあのクリスマス仕様の特別車両の1台ということみたいですね。はい、いかがでしたでしょうか。ホットウィルのソリが完成したのが個人的には結構嬉しかったですね。あとミニフィグが久しぶりに何体か登場しましたんで、まあなかなか良かったんじゃないかなと思います。次回は18日金曜日です。次もぜひ見てみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。